か積もるばかり気づくのが怖くて何もできなくなる。いつか夢が叶うと僕は願う。季節が雪を降らせて環境のところで撮影するのどうですか。結構ミスマッチですね。ミスマッチで僕は結構狙ったとか実はあるんですけどもね。こういうミスマッチ感でも初めてですね。こういう和風というか、うん、ね、おばあちゃんの家みたいですよね。ね、なんか懐かしいよね。そうですね。匂いがするんですよ。おばあちゃんの家の匂いが。まあ、蚊取り線香の匂いかもしれないですけどね。なんかこうすごくそれで懐かしい気持ち。懐かしいですね、うん、例えば海外でここで写真撮りたい、もしくはビデオ撮りたいとか、うん、こういった環境でレコーディングしたいとか、そういうのなんかありますか。夢でもいいんですけど。そう、ロンドンとかですかね。ロンドンとか、うん、フランスとかもいいなと思うし、割とヨーロッパの雰囲気が、そうですね、憧れというか、まあ、憧れてないですけど、でも、うん、まあとりあえず行ってみ見ようかなと思う。とりあえずね、うん、音楽の発祥の、ね、ああそうかそうか、あるし、うん、やっぱそこの空気を感じて、うん、カルチャーショックを受けたり、あ、うん、海外だからいいものが取れるとか、うん、そういうふうには思ってないんですけど、うんうん、まあすごいそういう画面を通じてなんか空気がその場に出せたらっていうので、うん、まあ僕は基本的にこうアイルランドとかああいうところの雰囲気とかちらっと、まあ、そんなに詳しくは知らないんですけど、うんうんうん、そういうところなんか空気の感じがなんか画面を通じて出せたらすごくいいものができるんじゃないかなと。透明感のあるところとか、うんうん、でも結構こうコテコテのメイクとかしてうわーとか言ってるんですけどね。メジャーに行ったら環境とかまた変わると思うんですけど、はい、まあ、レコーディングも日本だけじゃなくて海外でしようとかですね、はい、だと思うんですけど、行ってみたい海外とかってありますか。うーん、あんまりないです。あんまりない、はい、飛行機があんまり好きじゃないとか。いや、自分の家が好きなんで、家からはもうどこも、うん、あんまり遠出したくない、はい、日帰りならいいんですけど、海外に日帰り海外難しいかもしれない。あんまりじゃあツアーというのもあれですね。そうするとうちからあんまり遠く行きたくないとなると、はい、どちらかというとじゃあツアーが終わって家へ帰るとホッとする。そうです。ギリシャとか、ギリシャとかエジプトとか行きたいですね、うん、ああいう、まあ、地中海からの、そうですね、うん、南欧というとこプラス、まあ、アフリカなのかな、そこはね。そうですね、うんうん、なんかこうなんていうんですかね、遺跡巡りみたいな、うん、そういうのとか。あ、結構そういうの好きなんだ。好きですね。あ、そう。はい、あの、ね、古代の神話とかそういう。そうですね、うん、なんかそういうのがすごい結構好きなんで、うんうん、なんかそういうビデオとか見合いそうだよね、ディルなんてね。そうですかね、うん、ああいうあの、うん、ギリシャの白いこうさ、あの壁とかさ、はい、砂漠とかさ、うんうん、そうですね、うん、そういうところに行ってみたいですね、うん、うん、羊が好きなんですよ、動物で、うんうん、アルプスとか、アルプス行って羊とこう戯れながらわー山の方登っていくとか遊んでるところをビデオに収めて、アルプスの少女ハイジみたいなところの世界が。そうですね、あのブランコ乗りたいですね。それぐらいですかね。あとはやっぱりこう、うん、日本がいいですね。あ、そうなんだ。うん、温泉とか、うん、温泉とかゆっくりと落ち着きたいっていう。あ、うん、じゃあうちに逆にいるよりもそういうツアーとか旅行とかってのは結構好きな方なんですか。そうですね、結構楽しいですね。あ、そう、はい、うん、温泉とかもなかなかゆっくり行ける時間ないでしょ。ないですね、うん、泊まったホテルとかの温泉ぐらいで、うん、じゃあ今度温泉取材考えましょうか。はい、いいですね。ね、露天風呂かなんかで、はい、いいかもしれない。メイクして。ディル・アングレイがですね、はい、来年1月20日にシングル版を2枚リリースするんですけども、はい、なんとプロデューサーがですね、XJAPAN の YOSHIKI さん。すごいですね。どんな作品になるのかね、まあ、どこでレコーディングするのか、それもまた楽しみなんですけども。はい。